おはようございます。おはようございます。今日から3日間のツアーに参加しますね。2泊3日の。うん。ヌブラ渓谷とパンゴン湖。今日がヌブラ渓谷まで。うん。で、明日がパンゴン湖行って、3日目はまあ帰ってくる。で、またこの宿にね、戻ってくる。うん、お世話になるっていう感じだね。だからバックパックを預けさせてもらって、この普段使ってるサブバッグをね、メインに。してます。はい、ありとあらゆる貴重品と、ね、2泊分の荷物を詰めて行きます。今日は5時間6時間のドライブなんですけど、山道ということで酔い止めを飲んで臨みたいと思います。楽しもう。うん、楽しもう。他の二人を待ってます。インドの方なので遅れてんだよねってドライバーさんも言ってました。日本人が律儀すぎたかなかもしれない。超律儀。早起きした。ありがとうキャボンジュア。タクシー。タクシー。はい。कॉस्टिंग तो यार बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट्स वाइज तो महंगे ही। ビューポイントに着きました。ちょっと奥行ってみる。手前まで行ってみようよ。次も立ってみるよ。怖い。高い、高いところ。マジで高いね。さっき見た。車から降りるとき、やばいよね。引きつってる。ビビリ、ビビリなのでそこまではいけません。まあ、ここも一応ビアスポット。
Nee, wo Cardon la Weibe? ケンカしてない。なんだなんだ。Yes.景色がすごいね、本当に。こんな短時間でガラガラ変わって、すごいわ。すごいとこに来たもんだ。兄さんも食べないのか。兄さんコーヒーだけ飲んで。辛くない？よかった。ノースパイシーって言ったらわ、向こうの人が。ちょっとならいい。いや、ダメ聞いてくれるだけ優しいけど。我々は宿を押さえております。初めて旅に出て、初めて当日宿探しだって。代理店のおばちゃんがたくさん宿があるって言うので、それを信じた。鵜呑みにした人たち。あとブログの人もそう書いてたけどね。今寒くないからね、探し回れるから。明るいうちに着くからね、まあ、それもちょっと楽しみの一つということで。ちゃんと緊張する。風が強いね、やっぱ。ちょっと強いね、渓谷だからね。なんか CG みたい、奥のあれ、岩肌が。合成みたいじゃん。ね、すげえな。思ったより寒くなくてびっくりした。ね、標高はそんななんだろうね。多分途中までだと思うよ。結構大丈夫、威勢良くない？崖みたいなとこ
切るも知るもこのお兄さんの、そうね、ドライバーのお兄さんの腕一本にかかってるわけじゃん。もうドライバーって本当に立派な職業だなと思う。そう、手に職すぎる超絶技巧じゃん。いや怖いよね、絶対運転できないわ。時々さ、電話取りながらさ、ね、片手で運転してた時怖いよね。祈ってたもん、ね、頼むよって感じで、お願いみたいな。ノバだね。なかなか宿にあるエリアに着かない。日があるうちに宿見つけたいの。ね、まあしょうがない。いやでも景色がとにかくいいよね。え、あれもゴンパかな。すげえ。早く着かなくてやきもきしてたけど、やっぱすげえわ。すごいね。どうすか。すごい語彙力が貧困で申し訳ないけど、ただただすごいとしか言えない。ほぼインドの人だね。なんかね、欧米系の人とか見ないね。ね、日本人はもちろん秘境に来た感じすんな。現実味がわかない。現実味わかないよね。なんか絵画の世界にいるみたいだね、うん、こんな世界に人が行けるとはね。ね、これ暮らしてる人がいるっていう事実がね。本当。すごいよ。いやー、すげえな。すげえとこ来ちゃったな。これはハイライトだと思う。ね。絶対に。いやー、大冒険だよ。
ここは気持ちいいよ。なんか私たちと同じツアーのインド人カップルもムンバイの近くに住んでいて、ね、湿度がすごいって言ってたから、ここの気候がすごい心地だろうね。居心地いいって言ってたね。無事宿が行き当たりばったりで取れて、まあ、ちょっとねいいホテルだけど、ちょっとこの辺りにしてはいいホテルを取ったんですけど、ね、もう疲れすぎてるからテントよりいいんじゃない全然。ちょっと今日一日めちゃめちゃ長くてね、疲れ果ててしまってね、ちょっと半屋外みたいなテントに泊まる自信がなく、明日もあるから今日はゆっくりしよう。じゃあ恒例のじゃあチャーイ。あ、おいしい。あ、おいしいよ。